お疲れ様です。土曜日の晩に大阪からはるばる彼女が来てくれたので小倉に行って、年末寿司屋2軒ぐらい行ったんですけど、そこで気に入ったところが1軒潰れてたんで、まさかのね。でもう1軒こっちも気に入ってたんで、こっちに来ました。常に僕の乾杯をね制してこようとするんですけども、でまあなんとか乾杯して、彼女は波のお寿司を頼んで、僕は特上のやつを頼んだんですけども、見てわかりますかね、右端の赤貝の隣なんですけど、なんか違和感を感じて、んと思ったけど、もうこういうあれなんかなとかって思いながら、テンションも上がってるし自分にちょっと酔っ払ってるしっていうので気づかないところやったんですけども、勇気を振り絞って大将に、これなんか福岡ではこういう食べ方があるんですかみたいな感じで聞いてみて、大将もまあ面白い人で、あーうんそれね忘れてますねみたいな感じで、お詫びにということでもう一個うなぎつけてくれました。だから別皿でうなぎがもう一個来てます。ラッキーっていう、逆にね気づいてよかったっていうね。声のボリュームを制されながら2杯目突入です。で2杯飲んでもう次へどんどんこう回転していこうということで、次の店に行ってる最中でなんか懐かしい感じのものを見つけてしまって、これあの深井にあるねグリーンツザーさんの向かいのローソンの隣にこんな店ありましたよねと思って、なんか懐かしいなと思って写真撮りました。わかるかな。からの餃子のたっちゃんへ。金玉を言ってよじゃん、はい、いやいや声でかなってるし、サクッと飲んだんでめっちゃ安かったっす。でもサクッとすぎて記憶に全然なかったんですけども、ペイペイとかそういう電子マネーで払ったら、ね、履歴がこうやって残るんでいいですよね。いつも店の名前とか見えひんから忘れるけど、こうやって名前も残ってるんで、結局俺払うわって言ったけどお金なくて払ってもらいましたけどね。たこ焼きを求めて行ったらたこ焼きが閉まってまして、唐揚げ買ってきました。ということで、はい、乾杯パチャリパーイ、金玉ホイホーイ。桜の木の下でグリーンラベル飲んだ後はホームラン食堂へ。安さとキャパのデカさの割に従業員が少なすぎて、注文は自分のスマホでやるタイプなんですけど、飲み物も全然こんち、声かけてすいませんってまだですかみたいな感じで言わんと出てこないタイプでした。で僕らが入った後もお客さんいっぱい来るけど、もういらっしゃいませも言えんくて、みんな待つけどほったらかしにされるからそのままみんな帰るみたいな、入っては帰り入っては帰りっていうのが続いてましたね。で僕らも入ってすいませんって言うけど、なかなかね対応してもらえなくて、これ帰りも金も払わんと出て行ってもバレへんのちゃうかっていうぐらい、もう手回ってなさすぎてバッタバタになってました。バイトの子はちょっとかわいそうやなと思いながら、ビールはね札幌のビールでしたね。安いの安いですけど、あの感じだったらもう行きたくないなって感じがしました。まだもうちょっと飲みたかったですけど、彼女が帰る時間があったのでそこで閉めて、はい、チート的に食べたんで、またね代謝も上がって落ちていくかなと思うので、ダイエット頑張ります。見てくれたんですか、ご視聴ありがとうございます。え、高評価もしてくれたん、すんません、ほんまありがとうございます。マジで拡散もしてくれたんですか、うわ最高っすね、至れ尽くせ、ありがとうございます。すんません、あのチャンネル登録の方もよろしくお願いできますか、すんません、ありがとうございます、愛してます。え、男前、それ知ってますわ。あとあの通知ボタンオンにしといて、うん、ええから。